のの幸福度が高いいけってなんんやねんという記事に対するネットの反応日本では男性よりも女性の方が幸福度が高いという統計結果に驚いた女性は生理や妊娠出産など大変なことが多いのになぜ幸福度が高いのか理由が気になる小さな喜びを見つけ出せるからかな節約とかがまん強い人もいるし男ほど自己評価高くないからまあこんなもんだろうって現状で妥協できる何であんなに自己評価高いんだろうね 育てられ方の違い。兄弟いるガルミンに教えてほしい。プライドが高すぎないから、30代共働き女性が少ないからでは、一番辛そう。女性だから幸福だとは思わなかったどちらでも自分らしく生きてる人が幸福な気がする。定型かつ検証かつ問題を起こさない子供一人育てるだけでのんびり生きてるよ。これが手のかかる子だったら自殺もんだけど。男は仕事から逃げる選択肢がほとんどない。周りの男が全て解決してくれる。 それはセクハラを許してあげられる名誉男性だけよ。性的要求をガンとして跳ねつけるととことん男たちに嫌がらせされるわよ。男女どもに18歳から幸福度は下り坂。女性は出産あるから男性より偉いって言ってる人いるけどあれなんでだろう。男ほど変なプライドがない。日本って何か独特な社会だと思う。 男尊女卑が行き過ぎて部分的に女村男費になったみたいな。それが平成まではお互いの理解でうまくいってんだろうけど。やっぱ競争心がものすごい。順位つけるの大好きで勝ち負けにすごいこだわってる。縦社会だから能力ないとずっと楽しくない人生なんじゃない専業主婦幸せ。無論全員に当てはまるわけじゃないけど、元カの引きずりやすいのは男。元彼なかったことにできるのは女。 夫が亡くなっても切り替えて生きていけるのは女。こういう切り替えられる思考は大きそう。セロトニンの合成能力は男性が女性の一点モバイトかなのに、逆に女性は不調になりやすい。多少しんどいくらいは通常運転で不幸と感じないのかしら。それはあるね女は痛みに強いからずっとある痛みは慣れてくるし、毎月の生理の痛みから不調が始まり年齢上がるにつれ更年期障害ってのも出てくるから痛みはつきもの。 全ヘッドスパのボッドハンドみたいな人が男性は痛みに弱いから女性手術する時の30%の力にしてるって言ってた。どうだろう男性になったことないから比べられないしな。出産や子育てから得られる幸福って、やっぱり女の人の方が高いんじゃない男性ってどこまでも自分の子供っていう確証が持てないって言ってたから完全に我が子を産み育てる喜びは女性そのものなのかもね。男と違って性欲が薄いから。 年取ったら取ったなりの幸せ求めるから、男ほど競争しないから。どう考えても日本は女性は仕事しないで良いからでしょう。良くも悪くも、欧米だったら男も女も稼がないと生きていけない。なんやかんや女より男への見る目の方が厳しいし普通に女尊男体だよね。私も手捨ステだから男に生まれてたら負け組弱者男性扱い確実だったと思う。心底女で良かったわ。なんでそれが女尊笑い。 そういう男の生きらさって男自身が足引っ張ってない。弱男や地位牛あおりも結局はマウントの延長でしかないし結局はマチズモやホモソーシャルの慣れの果てにしか見えない。少なくとも普通の女は男のマウント合戦なんか望んでないわ。男ってあれだけ年取っても厚かましいのに幸福度は低いのかよ。でもここには不幸そうな人しかいないよね。男に守ってもらえる既婚者はそりゃそうだろう。戦争で奪い合いするのも男だな。 優秀な男性はすぐ日本見捨ててどっか行っちゃうのもこういうことかな。優秀な女性が出ていくわけでしょ。欧米は仕事が男女平等だから。日本の女性が世界中で一番恵まれてるんだろうね。一度も男性になりたいと思ったことないもん。世界を知らないだけでしょ。だろうなって思ってた。欧米の方がいい。 とか言ってる女はただの海外自慢だよ。結婚してる人たちが全員共働きになっても男性の幸福度の方が低いままな気がする。男の方が自尊心が高いから。一家の大黒柱にならなくていいから。本当は幸福感じながら文句言いまくってたってこと最近は東京に女性用の風俗もできてきてるけどね。なんか女性はこうだから幸福なんです。ってデータを肯定しつつ、そんなことない女性は不幸です。 って相反することを言っている女の人の方が自分で自分のご機嫌を取るのが甘いと思う。ちなみに政府の統計だと正社員の幸福度は男性の方が高い。働いてない女性パートの女性正社員の男性正社員の女性。働いてないほど幸福度高いというある意味そのままの結果 W。女性だけの世の中になったら、この世から戦争はなくなるって話がある男性にとっての賢者タイムが、 女性の普段の感覚だとかいう話もある。男性は基本攻撃性が高い状態だから、女性に比べて幸せじゃないのは当然だね。どんなに労働を美化しても労働はほとんどの人にとってお金もらえなきゃ絶対やらない苦行だからね。プロスポーツ選手とか芸能人ならお金もらえなくてもやるかもだけど、柔軟に生きられるから。とりあえずここ見る限りは女性の方が攻撃性高いと思う。 こんなところでお前が感じるものが世界にもそのまま現れてるって思う。少なくとも女の本音は現れてそう。やはり日本は男性差別社会。幸せってそもそも持ってるものだから気づかない奴は一生気づかない。いくら幸せそうでもね。逆もまたしかり、全部自分次第。逆に男性からしたら女性なんてイージーモードでしょう。仕事が嫌ならしなくて主婦すればいいし、仕事したいなら優遇は加わるし、選択肢だらけじゃん。 日本は性別ごとの役割の押し付けがひどいからね。ちなみに学生でも女性の方が幸福度 LIFESATISFACTION 高いのは日本とチュニジアだけ。男は共感せないから結局孤独なんじゃない孤独なら幸せは感じにくいし喜びが性欲関係しかなさそうな上に性欲なんて一瞬な割に一生続く欲だから満足することがない。幸福度とか高くないわい。お互いを完璧に理解しようとするのが間違ってる。 違うう存在であることを理解しして尊重し合う気持ちが大切ネットで悪口書いてるの実は高収入が多いって調査結果どこかであったよね。大きい幸せ代わりと小さいことでも幸せを感じられるかの違いだと思う。男性も女性も。結論。日本は女尊男費。美人は何をしても許される世の中だから仕方ない。男性の性欲のせいで生産量や水商売が一大市場になってるせいで。 年取ってもいけると勘違いしてるドリームジジイが後を立たないんだよな。明日彼女デモ読んどけよと。あれが女性の本音だから、コロンビアの生活のイメージがつかない。出産が女しかできないのが差別の原初なら、人工子宮を開発すれば良いと思い、AI があるし、ガチで予算組めば作れるよ。本当に幸せですか W。独断と偏見だけど。 同格異常婚してる男性のがいろんな能力が高いし人格者が多い気がしますね。結局、男が稼いで、女が家事育児やってる夫婦が幸福だと思うけどね。女が稼いで、男が家事育児してる夫婦は負けなんだよ。日本じゃ。男だと正社員になって年収500とかないと結婚できないけど、女はフリーターでも結婚できる。その差でしょ。子供を産めるからとか、セックスが武器になるとか、 生まれながら武器が女子はある。一方男は自分で能力つけて稼ぐ以外どうにもなんないっていう。弱男は淘汰されるのが自然の流れでは、よう恨んでも仕方ない。弱い男性が大変で自殺が多いなら、税金使ってケアすべきでしょう。じゃあ弱女も淘汰されるのが自然だから女性支援とか不要になるね。子供と関わりが強いからじゃないエス生活保護を受けてる男性たくさんいるよね。助けを求められないって何 自殺とかに走ってしまうのは気の毒だがメンタルの弱さか問題解決能力の低さだと思うけど弱い個体というか仕事したくないから結婚するって言えるの女性だけなんだよ仕事なんか苦行罰ゲームだよそれをしないという選択肢があるから女性はイージーなんだって弱者男性に限ってパパ活とか水商売やるようなどうしようもない底辺女とかの X 見て勝手に落ち込んでるじゃん目を向ける相手がまず間違えてる 自分から勝手にゴミ箱覗いてゴミみたいな暴言吐かれた。手大騒ぎしてる。あんたこそパパ活や水商売で稼いでる女をそねんでんじゃん W。人によると思うけどな。男性だったら正社員が当たり前だけど、多分、女性は臨時で働いてても何も言われないから楽。